バディチャンネル始まるよ。これ、伊予の拓也はなんか、はい、概要欄に。概要欄。スタートツイッターでいいから。ね。ということで今日は、バディーズチャンネル登録者数が見事10万人を突破しました。嬉しいね。早いね。今ピザが1,2,3,4,5枚あるよ。あ、4、何色のピザだったの？金色です。あ、でもね、再生マークのピザになってるみたい。あ、違う、ちょっとこっちだけで、ここだけで、これだけだからお楽しみのなんかシークレットのピザってことだよね。最後に食べるってこと。最後食べるってこと。そう、今言ってくれましたけど、今日はこの銀の盾が届きまして、はい、僕たちも初めて見るので、はい、ちょっと開封式をしていこうかな。まあでも僕らは見たことある。おい、誰がホーリーシュートのチャンネル。アホと弟で先に10枚出てる。早速開封式の方を行っていきたいと思います。はい、しょ、はい、なんかみんなだけ、俺開けていいじゃん。いや、みんなでどうやったっけ、そこって。俺は、行くよ行くよ。え、待って待って、え、見たことある。多分、一回蓋されてあるの。いや、わかんない。一回見かけてみます。おい、楽しませてくれました。こうやって置いとくとなんか高級感出るよねみたいな。じゃあインスタ撮った方がいいね、今ここ。あ、じゃあ別撮りしてみて。なんでこの物撮り、この物撮りいつですか。これ差し込んでください、ちゃんと。これ差し込んでくださいね。なんということでしょう。使ってください、これ。いくよ。いいよ、そんな塗るの。塗ると塗ると、そう、まだあんのよ。楽しませてくれるじゃねえか。続けよってことだよ。あ、あれじゃん。あ、待って待って、ここどこ。あ、そう、見えちゃう見えちゃう見えちゃう。おお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 せーの。ちょっと待って、これ読む。まあね、とりあえずね、皆さん、あ、すごい素敵なこと。ちょっとピザであったかくなってんだよ。チャリチャリちょびちょびちょび、いくよ。初めてのチャンネル登録者を覚えていますか。100人目のチャンネル登録者は、1000人目のチャンネル登録者はどうでしょうか。たまの人かな。おそらく覚えているでしょう。まあまあまあ。それ本当に書いてあります。はい、書いてある。じゃあ、挟むからさ。おい、まあ、それやめろよ、いつも。いつものやつ。考えてよ、そのガチガチ。そして、10万人目のチャンネル登録者も記憶に残るに違いありません。間違いない。ファンがあなたのチャンネルを知ったきっかけは、YouTube の検索、友達の口コミ、あるいはおすすめの動画として表示されたあなたの動画かもしれません。きっかけは何であれ、ファンは定着し、その数も増えました。それは、あなたのメッセージには、他のクリエイターにはない魅力があるからであり、また、あなたが築いたコミュニティの発展を、ファンが喜ばしく感じているからです。あなたのコミュニティの成長は大変喜ばしいことです。チャンネル登録者数10万人達成という見事な功績をたたえ、シルバークリエイターアワードを贈呈いたします。おめでとうございます。本名はそれなんだね、初めて。コミュニティで共有したいストーリーがまだたくさんあることでしょう。ファンの皆様も、あなたが熱意と創造性をさらに発揮して、楽しみと驚きを与えてくれることを期待しているはずです。だからこそ、コンテンツを作り続けましょう。コミュニティを発展させ続けましょう。さらなる活躍を心待ちにするとともに、引き続き活動をサポートしてまいります。もしかしたら、チャンネル登録者数が100万人に達せ、100万人に到達した時には、10万人目のチャンネル登録者を覚えていますかとお尋ねするかもしれません。はは、今後ともよろしくお願いいたします。なんとスーザン・オジスキさんからいただきました。てめえとってどうすんねん。寝てるでしょ。誰もが思ってたのに。いつものやつね。まあ、ということです。いきましょう。さあ、早速。やばいやばいやばい。ベールが解かれるその時、せーの、ドン。書いてあるじゃん。えぐいえぐいえぐい。逆にバディーズチャンネルじゃない方がおかしいでしょ。確かに。マジでそう。そのフィルム剥がすとめちゃめちゃピッカピカよ。やばいやばいやばい。え、これだって嬉しいね。すごいね。すごいマジで。そうだね。すごい。それをすごいって言っちゃった。さあ、3分48。ドドン。おい。うわいいね。うわ。めちゃ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 反射。ね、みんなの力でいきましたし。そう、まあ僕たちだけじゃなくファンの皆さんの力もあってこその。
ですからね。すげえ、これさ、どうすんの、どこに飾るのこれ。会社、会社。おお、じゃあ僕たちのスターダストの会社に飾られるんだ。じゃあ改めて銀の盾ありがとうございます。みんなのおかげ。いや、てかね、みんなにもぜひ嬉しい。 YouTube のそのね、コメント、うん、すごい素敵ですね。嬉しいのよね、うん、なんかだって僕嬉しいね、バディーズチャンネル YouTuber ではないんでしょ、ね、それなのに YouTube で10万人っていうこの数を達成できたこと、ね、記念しまして今日はピザパーティー。やったゴミのピザ。ちょっとじゃあもう開けちゃっていいですか。もういや、そのやめろ。その銀の盾じゃないのよ。盾みたいに言うな。これでも1個多分挟まってるんですよ。じゃあ挟まってないわけない一発だよ。いくよ、ちょうだい。おーい、おーい、待って、種類が違うのでは。あれか、この下に本物があるみたいな。違う違う、それだよ、それが本物。じゃあ次、引き続きバディーズチャンネルが10万人、そして20万人、30万人と続いていけるように、はい、願いを込めて乾杯しましょう。はい、せーの、乾杯。おめでとう。おめでとうございます。お疲れ様です。マジで嬉しいわ。ラーメンじゃねえ。あ、待って、やばいね。お前まじで。じゃあ手のシワとシワをバッチリ合わせてください。バッチリ。かしこまりました。危ない、ね、合ってる合ってる合ってる、ね、最後期待しようなんですけど、はい、それじゃあ、食べちゃいます。いただきます。いただきます。いただきます。どれ、これ、それ何があった。あ、そう、それ一枚ちょうだい。ウィンナーみたいなやつ。うわー、ピザ久々に食べた。うまい。横から行くタイプ。みんな食べて。美味しい。うまい。早っ。さあ、そんなもんなんで今日はスタッフからトークテーマをいただきました。はい、今までの、まあ、バディーズショーを重ねてきましたが、うん、はい、各々一人一人にバディーズショーをつけていこう。なるほど。バディーズ大賞。こういく？せいやくん難しくね。なんだろうね。いろんなことをしてきたよ、バディーズショー。アホでしょうか。アホでしょう。アホがバレたでしょう。キャラ編、キャラ編賞。バレたでしょうとかだよ、ね。バレたじゃね。バレた賞で。あれがもう。セイナスだからバレた本性。おお、まあ、うまい、うまいことたまに言うんだよな。それじゃ、セイナスバレた本性おめでとうございます。おめでとうございます。ぴったりだ。そのやばい締め方ぴったりじゃん。バレた本性コメントよ。バーン出た時に言うセリフかな。はい、セイヤがバディちゃんで絶対にやりたくないことは何でしょうか。じゃあ分かんないじゃん。逆なんだよな。分かるの、分かるみたいな感じ。これ捨て問題。いや、これは広い問題。広い問題や。激痛、痛い系、注射です。注射だけ、あ、注射です。注射、注射絶対よ。待って、抜いてるよりやばくない。嬉しいよ、みんなそんな笑ってくれて。確かに、あなた自覚ないだろ。それこそさ、最初さ、クールキャラってあったじゃん、うん、キャラっていうと、まあ、クールな感じ、うん、見た目もそうだし、うん、ちょっとミステリアスな感じだったけど、うん、なんかね、バディちゃんを通してね、それこそ本性が生まれちゃったっていうか、うん、自分ではどうだ、結局。いや、自分ではもう最初と何も変わってないけど。だよね、だよね。じゃあ、僕行きますか。はい。これ何ですか。松尾芭蕉。誰が詩人？詩人？詩人。はい、これ。なんかでもデニムショーでもいいんだけど、うん、ちょっとやっぱデニムがもう、そう、デニムすぎちゃうから。まあそれこそバディちゃんならもういろんなところに挟まれまくってたけどね、そう、うん、デニムの。確かに。まあ、挟まれショー。修斗君っていろんな表情があるけど、いろんな表情ショー。確かに確かに。それを言い方変えよう。でも俺、カメレオン。手汗やばいんで多汗症とかでも。いろんな顔を持ってるから、はい、多眼症ね、多眼症、多い顔で多眼症。ああ、多眼症ね。うまいな。毎回それかも。毎回冴えてるな。多い顔に。そう、本当に本当にあります。それ多眼症ってないだろ。ないだろ。え、狙ってんの。今すごい上手すぎる。シュートのこのデイムの時一番好き。もう面白すぎる。ちょっとこれ汗かいたらもうちょっと
染み込んでる、ね、うわすげえ。頑張ります。ちょっとねザワンもありますので打ち込みちょっと無理です。大丈夫です。まだまだ負けたくないとか、もっともっとやっぱり負けず嫌いなんで、もう引き伸ばしてやりたいとか。ケビン君、あるなんか。ケビン君は、でも合間のやっぱ笑い声はいいんじゃない？あれ好きやん。ゲラゲラ。あれは盛り上がるよマジで。スタジオ SE みたいな。俺でも一個好きな動画があって、うん、なんか平均値を当てるみたいな動画。あー懐かしい。あの動画でケビン君がその最年長でケビン君がめちゃ年齢いじりをされるみたいな動画が珍しすぎて、うんね、生きた時代が違うのっていうところで。あれ唯一編集したんですよ僕。そうだそうだ。セア編集。あれ面白かった。ここ思い出はいじってごめんなさい本当。いや逆にありがとうございます。いじってもらわないと。1年越しぐらいの。ゲラでしょ。ゲラでしょでいいんじゃない。ゲラでしょで笑うってショーっていう。爆笑。うんうん。めっちゃいいよ。あいいじゃん。ゲラでしょ。ゲラでしょ。ゲラでしょ。ダブルミニモ。あすごい。すごい。ほら、でも意外と全然安定してるね。うん。あんた、とか。何してんだ。早く行けばいいじゃん。なんなの、もう。見えないじゃん、おわ人だよ。時はどこにいんの。黙って。ケビン来たよ。来ないで。じゃあモーリーはじゃあもう出てないでしょう。もっと出てくださいでしょう。確かに一番少ないかも。まあこれは嘘だけど。まあでも歌いきれん時一番なんか確かになんかうるさい気がする。鳥持ちしようと。歌いきれん時は毎回モリピがめちゃめちゃなんか回してる気がする。ライブ決めたね。ライブ増やしたでしょ。ああ、なんか不確定要素賞とか確かにね。こう事件が起こるじゃないですか絶対。うん、何かしらこう波乱の匂いがするというか。読めないってことですか。読めないみたいな。ハリケーン現象。本当にやばい。波乱症でお願いします。ハリケーン現象。あれめっちゃいいやんだね。今日そう一回聞いていいですか。ハリケーン。ハリケーン。その心は。まあ森くんいるとまあこう風が起こるんで。おお。いろいろね。それって本当に風が起こるの。まあ本当に。急にそうだし、せやの前にしたんだけど。本当に森くんと風起こる。それ本当に書いてあります。はい、書いてある。じゃあ、またやります。それ、タナショって。ないだろ。ないだろ。マジ、そういうことだよ。そういうことか。ごめん、みんなごめん。みんなごめん。どっちがいいですか。いや、でも、それいいね、ハリケーン現象。俺に言うな、じゃあ。ぱっといけば、ハリケーン現象、一人だけ。ハリケーン現象。ハリケンジャーとか見せたしね。確かに。懐かしい。ハリケーン、ハリケーン現象がいいと思う人。波乱症がいいと思う人。はい、語呂的にはね。波乱症で、もういい。波乱症決定おめでとうございます。プラス、やっぱ兄弟、高橋症なんで。うんうん、波乱症。待ってるよっていうね。フレットチャーン！なんだよ、やるな。大丈夫、生放送ですよ、あなた。ちょっと危ない。怖い、怖い、怖い。ちょっと危ない、危ない。危ない、危ない。ナイス、ナイス。が始まるんだ。待ってじゃん。あそこにクソだけ置いてきた。どう思ったら俺が。西田翔だから。そう決まってんじゃん。いやあとね西田翔というのがもう現象なんだよ。そうだね。翔という現象。翔にしか
わからん。翔だけが起こせた。間が翔ちゃんなんだよね。すごい、はい、誰も真似できないタイミングで来るんで、うん、唯一無理だよ。でもそういうシーンいっぱいあると思うんですよ。西田が喋ってみんながみたいな。だからね、ちょっとずつこうバディももうそれに笑えるこう、こうのこうなんていうの、空気感ができてきてるから、うん、面白いなって思います。そう、翔は結構自覚ないタイプだもんね。ないですね。こう自分がこう思った時に、それをなんか狙ってできたら、俺だって羨ましいっすよ。羨ましいっすよ。勝手に取れたら作れちゃう感じ。絶対に面白いんだもん、ね、俺何しても白くはいってなっちゃう。どう思いますかそれを。いやなんかずっといじってる。ぴったりかなって思います。ああぴったりだね。だからだからすごいすごい二段活用。だから今やっぱ狙ってたじゃん。ね、ちょっと違うんだよね。これ違うんだよね。あれ西田翔じゃないか。西田はね、狙ったらダメなんだ。狙いすぎると、そうあの外れちゃいしまう可能性がある。いや、外れてる。ずっと外れる。でもこの翔翔の人だよね。いやいや、おいしい。めっちゃうまい。今日は、ヒョアっていうか、西田ゼップツアーの目標は西田喋ってんねん、西田が。喋ってんねん、今気合を入れすぎない人です。今回は気合を入れすぎないでリラックスして丁寧にライブします。みんなも1曲目何か分かんなくてドキドキしてんじゃないの。西田へえ、熱くなる。あ、すごっ。絶対俺無理だし、なんかたこ焼きってしっとり派とカリカリ派に分かれるんですよ、はい、大体これのすごいところは両方これ何しろ超かけんお前え、またさ、お前髪切ってください。豚の天ぷらいただきます。ハルキー、ハルキ君どうだろう。ハルキやっぱもう休暇でしょう、休暇してたでしょう。単発のね、単発の時期。なんか俺結構あの CM 好きだったよ。CM みたいに入るあの。あのね。ああ。一日一ハルキみたいなやつね。そうそうそう。でもやっぱバディちゃん。のね、スタッフも愛があって良かったですね、あれは。本当だね。その出ない間も、ね、ちゃんとため乗りしといて、そういう場面で、ね、ありがとうございます。小出しにしてくれるっていうのはなんかみんなでやってる感もありましたし、うんうん、何があるだろう。ハルキン現象。ハリケーンみたいに言うなよ。ハリケーンみたいに言うなよ。まあ、ハルキンもでも意図せずそういう現象起きてますからね。そうです。なんだかんだ、だからそれはぴったりだと思いますよ。じゃあ、ハルキン現象でありがとうございます。卵から生まれましたハルキです。まさらあったうにさよならバイバイ。俺はこいつとタミネルピカチュウ雷ズドーンピカーン。めっちゃいい、めっちゃいい。ハルコ私はハルキ岩尾。多分全然今一発芸海水浴。あ、海気持ちいいな。あれなんかサメ来てない。デレンでねん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 。あれ痛くない。いや、アームをアムアム。制約に返せるぞ。かっこいい。うわー、ありがとう。あっ、嘘でしょ。嘘でしょだよね。選んだ。海はね、いっぱいあるからね。海は欲しいよ。頑張ったでしょう。いやー、まあまあ頑張ってるな。シンプルにね。シンプルに頑張る。一回ひねらずシンプルもあるよ。一旦戻る。え、マジでひねってほしい。大丈夫これ、ひねる。ずっと言って、もうひねる、ひねってみる。ひねんなよ、もう。何にピックしてほしいの。ね、どこ見て。俺のどこをバディチャンネルで見てほしい。でもグミ好評でしたね。あ、グミか。あ、じゃあ、顎鍛え男とか。待って、ショー入ってる。マジで、ここ痛いの。ここ本当に痛いの。最近こう僕関節症にいいじゃん。おめっちゃいい。なるけどなったことある。いや、可愛いとかもあるし、ダンスもあるし、まあ、声でかい。え、うるさい、うるさい。ノイズ現象。どこまで好きやな。その現象しない。現象なんすか。現象あるんです。
どういうことがノイズ現象だから、まあ、元気で、まあ、うるさいから、まあ、どの動画も元気じゃないですか、うん、だから組み上がるとノイズ走っちゃうノイズ現象ノイズは作らされてるけどあれはなんかリアクション王とかあめっちゃいいなんかどっか会場とか入った時もフミヤってもう一回いいこうリアクションしてない確かに嬉しいリアクション嬉しいですけど最初のファーストの、うん、ファーストリアクションファーストリアクションファーストリアクションとかさ毎回リアクションさっきもすごかったいやでもリアクションはいいんじゃないリアクションそうリアクション俺いいと思うマジリアクションめっちゃいい本当にこう見てる方気持ちいいもんなリアクションありがとうございますありがとうございますリアクションだリアクション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 ありがとう嬉しい嬉しい嬉しいですねやっぱりリアクションだこれリアクションでいくい頑張ろうラストお願いします頑張ろうよし並べよしいくいマジ頑張ろう行ってきますラストあー泣きそう今無理年末に撮ってるんですけど今年一応もうちょっと待って足やあのライブと同じぐらいもうこれは本当言い切れる同じぐらい楽しみなんですやあ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 やばいでしょ大丈夫いや、待って待ってお化け屋敷生きるリーダー頼むよやっぱストレス解消っすよね誰がストレス解消してんだよ誰がストレス解消してんだよ突っ込ませてでもじゃあ個人的な賞はいいんじゃないそれであ、ストレス解消みんなで言ってそれは決まりで決まるなみんなで決めるやつはじゃあ大丈夫ですか俺の入れといてくださいね今ストレス解消はでもこれで言えば解禁賞おおどうしたいやでもどっか休んでるよね最近だっけ休眠してんじゃないじゃんお疲れ様でしょう星狩り症こういうとここういうとこねそうそうまあでも俺解禁症嬉しいかもな結構普通になんか逆にでも逆にフニックにも聞いてみる確かにフォーカスまあでもそのだから俺は食べ物かなやっぱああこの1個糖質 5.25 だ 5.25 あんまダサいからな糖質してるのであればやっぱそういうえじゃあ胃袋バケモンとかどうですか？ショウバケモノだよ。それは。でも確かに根性根性で。ああ。症状。おお。めっちゃいい。ここへ来てめちゃめちゃいいの出すやん。え、俺それがいいってか。根性の症症状。間違いないわ。やっと。やっぱ激辛とか見てて、一番根性。大食い激辛早食いだったりとかいろいろやってます。まあ何でも根性マジでいけるから。やっぱダントツ1位なんだよな毎回。しかも得意って前々から言ってないから、本当に根性とか気合で言ってる人だ。根性がいい俺。嬉しい。じゃあ一旦やめときます。なんでだよ。一旦やめときます。いや根性な気がする。じゃあ根性で。根性で。お疲れ様でした。根性。お疲れ様です。俺一番食ってる。マジです。一番食ってる。こんぐらいしか。よしよしよし。クリアしたいじゃん。一人は。ラスト一口までたどり着くことができました。緑。もうこんなメンバーにもこんなつぶらな瞳、可愛い瞳で見つめられて見守られながらラスト一口いきたいと思います。大丈夫だよ。いただきます。いただきます。マグマリゾット、ごちそうさまでした。過去の自分はなんて言ってんだ。おじさん、お前よ。情けねえ顔してんな。すげえ。いけちゃう。いや、マジで。自分との戦い。はい。歴史と戦って。140との戦い。こちら、ふみのりの胃袋、機材的今から開放いたします。先着順で、おいでになってください。機材的、だよ。行ってきまーす。バリちゃんは限界を超えてくるね。でも最近で言うとやっぱユーマ変わったじゃないですか、なんかちょっと。うん。明るくなったよね。率先して喋って。1位っていうのもあってね。そうそうそう。で、ちゃんと前に出てとかいう風なのを受けて、俺らもこうサポートしてる部分あるし。なんだろうな。でもいい意味で変わってるから、そういう風にかけてみたいな。こうなんか成長的な。別に、なんだ、イケメン、その絵力。確かに。絵力的なそういう言い方。正直。
そこで結構バディちゃんの、ね、そうそう画面偏差値ガーン上げてくるから見てる方もきつくないってあの顔をするとおいけないって顔しよういやバスケやばかったな普通にかっこいいねそうなんだイケメンなのやっぱこうスポーツもできるからいわゆるなんかそういうの全勝でいいんじゃない全勝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 じゃねだって勝ちじゃん全戦全勝全戦全勝だえめっちゃいいけどねそれでいいんじゃない、うんうん、じゃあユーマ全戦全勝はい決定ありがとうございます決定ございます決定いたしますユーマさんあで、まだ10いって、なにこれ振り回しすごいもうなにこれ一番おもろい人や10と1位で10でもタクヤなんだろうな話長いでしょうオタクショーとかあーそっち系でいいかもね語ると長いでしょうとか、うんうん、文章ああ、文章化け文章化け文章化けまあでも表現力は確かにすごいよね、うん、言葉の選び方とか、うん、やっぱこうさ、いろいろ思うけどコメントとかうまいもんね、うん、なんかそうだね、うん、逆にふみさん何してるんですかずっと。一応みんな撮ってる。マジめっちゃいい学校なんだよこれ。どこ。いやで Vlog のあの時もライブとかの時あいつのコメント力めっちゃ高いですよ。わかりました。じゃあコメント系コメント力高い。辞書。辞書。開けばいいね。開けば正解書いてあるよって。もう何でも出てくるよ。辞書だ。開けばいいよ。でやっぱそういうアメコミの知識ともあるから、うん、何でも聞けば出てきますよ。素晴らしい。で、ショーはまあ、ショーショーショー、うん、はいはいはい永遠に終わんないと思ってた、マジですごいですね、始まるとあっという間なんですけど処理感で満足ですね、いろいろ応援してくれる人となんかすごい目合わせてそしたらあっちも笑ってくれるんですよすごい楽しかったマジで、今日は満足です10人でも今回、なかなかね集まるのも難しいぐらいの状況だったとはいえやっぱり団結することで生まれるなんだろうパフォーマンスのなんだろう素晴らしさというかもうあると思うからがすごい、ね、応援してくれてるのもこう目で視覚的に分かるんで視覚的に分かるんですごいなんだだから今緊張もあるけどより楽しみな気持ちがどんどん強くなってきますなんだろうこのツアーとかでやってきた曲をまたやってどんどん緊張も解けてきたしすごい楽しかった感覚もあったしさらにねブライダーとか自分がこう歌わせてもらってる部分で復活した曲もあったんでまあ無事にいけると思います頑張りますそれまず10人のショーで揃いましたバディーズ全部を知れると言っても過言じゃないですかね今本数どんくらいですか365やっぱ見てくれる人ありきですから、ね、本当だねなんか見てる人にもあげたいですけどね、賞を見て、見てくれてありがとう賞この先も一緒にいましょう、まあ、いいねほら、ロマンチックロマンチックやんな一緒にいましょうどうですかいいと思いますじゃあ、ファンの皆さんにはバディの皆さんには、この先も一緒にいましょうありがとうみんなありがとういつもありがとうございますありがとうございます皆さんのおかげでここまで来ましたいや本当ですよ、うん、これからも楽しい、映像をね届けられるように、はい、皆さんにお届けしていきたいと思っておりますので、はい、引き続き応援の方よろしくお願いしますお願いしますお願いしましょうということで以上僕たちはバイバイでしょバイ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 でしょバイバイでしょ